メディアを再生するチャップリンの冒険。チャップリンの冒険は、チャーリー・チャップリンのミューチュアル社における12作目のサイレント映画。1917年公開。共演は、エドナ・パー・アバイアンス、エリック・キャンベル、ヘンリー・バーグマン、アルバート・オースチンほか、チャップリンがミューチュアル社との契約で制作した最後の作品である。また、ミューチュアル社時代を通じての共演者であった。 エリック・ギャンベルが1917年末に主教日運転による自動車事故で死亡したため、これが最後の出演作となった。また、長年、チャップリンの秘書として、辛抱の扱った日本人、高野虎チが運転手役で出演している。脱獄囚が刑務所の監視から逃亡中という場面から始まる。崖を勢いよく駆け上がり海中へと逃亡を続け、 偶然にも溺れかけている女性の命を救い、彼女の家に歓待される。だが、エドナに思いを寄せる男は新聞に、彼の顔写真が載っているのを発見。関係に通報し、何としても捕まえさせようとする。大野博之、チャップリン再入門 NHK 出版、2005年4月10日。ISBN4 から14から088141から0。吹き替えで蘇る。 チャップリン衝撃場スターチャンネル2014年11月1日閲覧チャップリンの冒険スターチャンネル2014年11月1日閲覧ありがとうございます